おはようございます。キレット回します。ドラゴンクエストモンスターバトルボードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。前回はね、戦士、初の戦士ということでね、体験しましたが、まあね、ちょっと僕のパーティーもちょっと悪かったかなと、あとちょっとね、通行の刺激来ちゃったなっていう部分ありますね。まあ今回はそのリベンジからやっていきたいと思います。頑張ろう。そんな大会見たことねえよ。さあ、僕のリベンジなるか。前回ね、そう、この紙ツンツンマンにね負けてしまいましたんで、今回こそ勝ちます。よっしゃあ、さあ行きましょう。そして仲間モンスターサマユイル、そして大目玉、行きます。これで勝ちに行きましょう。また物一等変なの突っ込まないで。さあ、新戦力ですよ。この大目玉ですが、前回解説できませんでした。こちらのモンスターめちゃくちゃ強いです。ユウのチームに命令を与えるのだ。よしか、大目玉がどんだけ先に動くか。何？早い！もう使うの？あ、スーパーハイテンション。この一ターンが強い。この一ターンが強くなるのか。さあ、先手は大目玉いきまーす。お、アーストラーン！イエーイ！からの鉄の塊になります。これが何を意味するか。攻撃を受け付けません。なので、絶対にミスなんですよ。大目玉に来る攻撃が全てミスになります。アストロンにより。つまり分散攻撃、3体攻撃なら絶対に2体しか当たらないんですよ。で、これは運よく1人に行けば絶対に当たらない。さあどうだ。よっしゃー。つまり大目玉が先に動けばラリアットも食らえません。これです。大目玉というのは正直かなりガチのモンスターですね。で、そして戦士とかと相性がいいんで、かなりね、強いんですよ、このアーストロンが。先に動ければの話になってくるんですけどね。え？つばぜり合いしてくんの？マジか。天空の剣に勇気を込めて立ち向かえ。はい、はい、はい、あっやばい、向こうがつばぜり合いしてくるとは思わなかったな。いきまーす。レンダレンダレンダー、よっしゃーい。いや、早い体勢でしてきたね、結構ね、つばぜり合い。さあ、残りの2体がね、ここは。ただ、通行の一撃の分の HP を稼ぎたいんですよ。なので、今回、アストロン。早い！アストロン！からの？はい。さあ、大目玉に来ればいいんですけど、ま、こればっかりはね、運もあるんで、ま、全体攻撃やったら絶対大丈夫です。おう。おう。こんなこともあるんですね。もう絶対大目玉安心だから、そうすれば。ああ、で、ここでさらにスペシャルカードを使います。僕は前回物理一等編なんでね、ここは大防御です。大防御を使えば物理攻撃は無効です。スペシャルカードで相手の攻撃を無力化します。ただ向こうが特技やった場合は食らっちゃうんですけどね。だから物理なら大丈夫です。これは特技なのか物理なのか分からない技だから一部。あー、これ特技ですね。ただボストロールはどちらも物理なんで絶対大丈夫です。高速の権利だ。さあ、あとは削るだけ。向こうのレシピを削ります。青目玉分ちょっと火力が下がってるからね。カブト割りは特技だね。それ特技だね、多分。ああ、あんま刺さらないな。あんま刺さってないな。まあ、絶対ボスローは大丈夫か。電撃放射です。あまりこっちは火力ないんで、あんま意味はないんですけど。あ、でも出たよね。結構弱点はついてたか。これ大丈夫、絶対大丈夫。これは大丈夫やね。はい、オッケー。ただ向こうが特技2人やったのはちょっとあれやったかな。ただ HP ではかなり大きく有利に立ち回ってます。オッケー。はい、オッケー。
いいね。4ターン目、まだまだいけます。まだ大丈夫です。 HP 的にも優勢。さあアストロンの前に主人公動いた。高速の剣技だ。これで安定して勝ちに行きましょう。相手がもう戦士遅すぎるんで。うわでもなんで早いの来てんの、お前早いんだよ。嘘だろ。これ大目玉に普通に直撃すると痛いんだよな。ほらこうなる。そう、素早さが高いからといって必ずではないから、ね、剣の前、 OK。 はい、会心の剣だ。これがね、当時子供を悩ませた最強の一刀、大目玉です。いやー紹介できてよかった。しかもうまく刺さったね、アストロン。よかったよかった。イエーイ、勝負ありです。はい、今回は完勝ですね。勝たせていただきました。まあ、戦士のパーティーはね、ちょっと一体ぐらい素早いの言ってた方がいいですね。あれはそうじゃないと大目玉とかハグレメタルも倒せないからね。よいしょ、OK。今回はね、まあ頭脳の勝利です。まあよく覚えてたわ。もう負けた、俺様の力不足だぜ。ね、打撃戦しのぎましたよ。一撃のダメージそんな、一匹全然稼いでなかったからね。逃げたよ。一体引いてたよ、どう見ても。あー、やったー。二つ目は制覇っすね。あ、これいらねえって言ってたやつね。スペシャルカード何もないの？そっちの方が気になるわ。あら！あー、これ魔法捨て的なやつやね。マジックバリアは相手の魔法使いの時には絶対無効化か。いいね。よし、オッケー、オッケー。これで2つ制覇しましたね。お、いいね。アルケドナ、アダ、大魔王。これもね、またやっていきましょう。そして大会の翌日。お、おはようティア。さあ、今日も張り切ったバトルをしていくんだぞ。金くれ金。じゃあ、金くれ金金。え、新しいムービーが追加されました。何それ。お、コスチューム見せ。なるほどね。さあ、二つ極めました。次はね、三つのうちどの職をやろうかな。あれ、人の様子が変わってる。お前そんな帽子かぶってたっけ。上級職業の大会か。そっか、でもだいぶいるからね。そう、上級職になるにはレベルを上げないといけないからね。裏作業でちょこちょこ上げてるんですけどね、一応。お、はい、マスタークラス大会2つで2つ制覇したらできるって言ってたもんね。確かに、マスタークラスに出場するには転職チャレンジバトルを達成し上級職を使えそうです。そうですね、基本的に上級チャレンジバトルを達成するには職業のレベルがやっぱ50以上とか、魔物使いだったら99だからな。だから結構裏の作業が必要かもしれないですね。はい、あれできるのかな。あー、なるほどね。これを50以上、99ね。だからいっぱいやらなくちゃいけないんで、これ裏でちょっと頑張ってやりますね。大変そうだねこれね。他の職業やっていこうか。そこまでか。